こんにちは、インコのためのボランティアハッピーコです。今日はひなさんと遊ぶタイミングについてお話します。この間質問いきました。ひなさんお迎えしたんですけど、ひなさんとまだ遊ばないで1週間ぐらい遊ばないでくださいねっていうふうに言われました。でも遊ばなかったら慣れないんじゃないでしょうかというような質問だったと思うんですけど、この鳥さん、ひなさん の成長度合いによって変わります。羽の生え方の話です。まず全然羽が生えてない状態、それから少しずつ羽が生えます。生えるときはふわふわの羽が生えていない、生えるんではなくて、ふわふわの羽がストローで包まれたようにして筆のようにしてから生えてきます。そしてそのストローのようなものがバリバリと割れたら中からふわっと羽が出てくるんです。こんな写真、これ筆毛の写真、この筆のようなしてふわっとしてないんですよね。これで生えてきて、そのうち中がパラパラと割れて中からふわっと、この写真こんな感じで出てきます。その状態によって体温調節ができるかできないか、ひなさん変わってくるんですね。筆毛の状態ではまだふわっとしてないから体温の調節が苦手です。寒いのが苦手です。ふわっとしてきたらある程度体温の調節ができる、寒さにも耐えられるという状況です。実は鳥さん40度ぐらいの体温があります。手のひらはですね、人形たびひらは30度前後ですか。可愛いからひなさんの手にのしとくとですね、ずっとおとなしいですね、可愛らしいってなるんですけど、鳥さんにしてみれば冷たい氷の座布団の上に乗っているようなものです。どんどん体温を奪われてしまうので、安全と健康にからいくと、筆毛のインコさん、まだ羽がふわりと開いていないインコさんにとっては、ひなさんにとっては手の上は冷たいですね。あんまり良くないです。まだ筆毛がのままで、筆毛のインコさんは食べたらすぐ寝る、食べたらすぐ寝るみたいな感じなので、ご飯を差し入れをあげたらすぐに暖かいところに戻して寝てもらう、すぐに成長してもらうのがいいと思います。あ、そうだ、前回も言いましたが、私断定的に喋る癖があります。性癖が、鳥さんはその種類によって、もしくはそれぞれの個体差によって全然性格や違いますので、断定的に喋っていてもそうじゃなく、それぞれの鳥さんに合わせてあげるというのは大事な話です。断定的に喋らないようにしないといけないですけどね。で、そう、ひなさんでも筆毛がばらけてふわっとして、もう羽毛に包まれているようなひなさんはある程度遊んであげていいと思います。遊んであげた方が慣れますので、よしよしよし、かわいいわねって言ったらいいですね。一つ注意があります。甘がみ厳禁です。ひなさんの時ですね、やっぱくちばしがなんかちょっとやっぱ噛みたくなるんですよね。ちょこっと噛んでみて、これは何なんだろうと好奇心から噛んだりします。当然ですね、赤ちゃんが何でも口に加えるのと一緒で、ひなさんは何でも噛みたがるんですよ。で、痛くなくて噛んだり、くちばしを近づけてきたりして可愛らしい仕草をします。これが甘噛み。甘噛みは毛づくろいの一種ですよというふうに言われる方もいらっしゃいます。ただこの甘噛みが噛み癖に発展しやすいんです。噛んでる時に、あなた痛くなくて噛むなんて偉いわねって言ってると、あ、では噛んでいいんだねと思ってガブッと噛むようになります。小桜インコさんとかすごいですね。ラブバードと呼ばれてべったり仲良くなれるインコさんなんですが、小型インコさんなんですが、ひなの時にこう甘噛みさせてますと、やっぱ噛み癖がついて大人になったら血が出るぐらいガブッと噛みます。最初ひなの時痛くないんですよ、可愛いんですよ、痛くなくて噛むなんて偉いねってなりますけど、大人になったら噛みつくようになります。逆に小桜インコさん、ひなの時から一度も甘噛みさせずに育てると大人になってもそれほど噛みません。噛まない子が多いです。断定しないように言いましょうね。です。で、また甘噛みした時どうするかというと、知らんぷりしてください。知らんぷり、もう、あと甘噛みさせなされないようにごまかしながら撫でたりしてください。甘噛みしたら面白くないんだよとか、そもそも甘噛みさせないのが大事です。あ、某風の谷の話かってありますよね。某なんとかの谷のナウなんとかってありますよね。はい、宮崎ハネララさんの映画ですか。もういいか。もういいか。で、映画ではキツネリスみたいな感じの可愛らしい動物が出てきて、とても怖がってるんですよ。で、主人公の少女が怖くないよって言うんだけど、もう怖がってしまって、そのキツネリスがかぶって噛みます。血がぷよって出たりして痛そうなんですよ、アニメですけど。はぁーって思ったら、少女がですね、大丈夫、怖くないっていうわけです。
さあ、落ち着いてから慣れてくれるみたいないいシーンなんですけど、鳥さんにとってはちょっとそれちょっと違ってて、鳥さんは一度も噛まれないのが正解ですから、甘噛みもそうです、ヒナの時から一度も噛まれないのが正解、噛んだ時に何か間違って希望を叶えてしまうかもしれないから。退屈だな退屈だな、遊んでほしいな、カプコラ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 、あ、噛んだら声かけてくれた、嬉しいなとか、まだ帰りたくないんだよ、はい、帰ろうよ、捕まえたりして、本当は捕まえたらよくないですけど、ね、捕まえて噛んだら、あいだだだって離れたりして、逃げていってね、あ、噛んだら逃げられるかも、噛んだら逃げれるぞって希望が叶ったみたいな。なので、鳥さんは一度も噛まれないのが正解ですから、甘噛みもさせないように、されないようにしてください。うん。それで、鳥さんと遊ぶときは、羽の状態や成長度合いによって、少し構ってあげても良いのか、また全然構わずに食べたらご飯を食べたら寝てもらって成長してもらう方が良いのかっていうのは変わって決まってきます。それで、そうですね、遊ぶタイミングというか、最初プラスチックケージなどに入ってるんですが、普通のケージに入るようになりますね。まあ、なるタイミングですが、そうですね、もう飛ぶ練習を始めるようにパタ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 したり、プラスチックケージの中で動き回って運動量が多くなってくると、昼間はケージの方に入れてあげて、夜はプラスチックの方に移して温度管理をきちんとするというような方法がいいんじゃないでしょうか。でまた止まり木なんですけど、まだ全然外しておいた方がいいんじゃないかと思ってます。上の方にまで止まってですね、まだ下手くそだからポトッと落ちると骨折したりしますので、止まりが基本その時期まだなしで、そして下に踏ん切り網っていうのが大体ついてるんですけど、よし悪しですね、よし悪し、まだ避難の間、差し入れをしているような状態の間、踏ん切り網を外しておいて、トレーと新聞紙かなんか引いてあるだけです。そして小皿に水を入れたり、小皿に餌を入れたりして、そこに直接置きます。踏ん切り網の上に置いておくと、踏ん切り網の上まだ歩きにくいので、それから皿の中の餌を食べようとして、それがバラバラバラってこぼれて、そのこぼれたものをついばんで食べたり遊んで食べたりすることもあるので、踏ん切り網だとこぼれたものが全部下に落ちて触れないので、踏ん切り網まだない方がいいですね。その時期は昼間はケージ、夜はプラスチックケージに入れて、ケースに入れて保温、昼間ケージにいるときは止まり木を外して、踏ん切り網を外して、餌皿や水皿を入れてあげる。縦横無尽に歩き回ったり飛び回ったりこうして、運動量がしっかりしてきて、止まり木に止まってもそっちはそっちじゃ落ちないぞってなったら止まり木つけてあげていいと思います。そして餌皿や水皿置くんですが、同時にケージに付属している水や餌入れも同時に使ってください。そちらから食べられるようになっているならば、成長して食べられるようになったならば、小皿の方は不要かなと思います。そんな感じで、さてそんな感じですね。うん、ひなさんですね、ひなさんがケージに入ってくるようになると、とっても大事なポイントがあるんですよ。これひなさんを飼う時の、鳥さんを飼う時の極意じゃないかなと最近思ってるんですけど、次回そのお話をします。今日はここまでです。さよならー。